皆さん、おはこんにちばんは。新年早々怒っているマピオンです。なぜマピオンが新年早々怒っているのかというと、新年早々怒るようなことがあったからだよ。頭痛い。1月1日ってね、やっぱり年の初めだし、まあ、家族とかその周りの人たちに明けましておめでとうございますって言ったりね、あとはこう墓参りとか初詣とか行ったり、すごくめでたい日なんですよ。はい、そのね、1月1日の朝に私マピオン、ウォークマンをねトイレに落としちゃいました。あ、ちなみに言っておきますけど、この話、この前振りはね、3日分ぐらいのストーリーあるんで、多分めちゃくちゃ長くなります。はい。アプリ紹介なのにっていうね。アプリ紹介でさえすごく長いのに、前振りもめちゃくちゃ長くなるんで、本当にそこはご了承ください。はい。マジで本当に聞いてほしいから。うん。正直、アプリ紹介でも聞いてほしいから、ぶっちゃけね。はい。前振りの方がメインだから。ね、俺はこう音楽が大好きなんですよ。はい。だからこう編集中はね、撮影の音とかはちゃんと聞かなきゃいけないから、その時は音楽消してるんですけど、それ以外はね、ほとんどかけっぱ。はい。お風呂に上がった時、こう体拭いてる時は、とりあえず YouTube とか、ウォークマン、とりあえず音楽をかけるし、髭剃ってる時も、本当に静かな時間が嫌だから、その時もこう、あれなんですよね、音楽流してるんですよ。はい。で、1月1日ということで、家族に1回ね、会わなくてですね、俺一人暮らししてるんで、明けましておめでとうございますって言ったり、いろいろと出かけたりする予定があるんで、髭剃ったんですよ。で、髭剃ってる時ももちろんこれ流してたんですけども、スピーカーなんですよね。はい、このウォークマン。このスピーカーをこれつけないと、音楽聞けないんですよ。イヤホン、あとイヤホンね。はい。だから、この状態で流してて、で、トイレのね、上に棚があるんですよ。はい。そこに置いてたの。それがミスったね。一応ヒゲ剃るとかお風呂場なんですけど、お風呂場にちょっと置いたらまずいかなと思ったんで、その隣にあるトイレの真上の棚に置いてたんですけど、その棚ね、めちゃくちゃいろんなもんごちゃごちゃしてるんで、もう正直崖状態なんですよね。はい、ここがトイレなんですけども、その真上にね棚があるんですよ。はい、そこにいろいろとこうごちゃごちゃ置いてて、でここにスピーカー置いてたの、ウォークマンと一緒にね。でその真下に、はい、トイレがございます。こんな感じ。結構やっぱり間隔がすごく小さい。はい、ギリギリって感じです。あとは分かりますよね。はい、髭剃った後なんか撮りたかったんだろうな。こう上のね、こう棚をゴソゴソしてたら、たまたまスピーカーに手がぶつかっちゃって、トイレにドボン、ウォークマンチーン、ご愁傷様です。突っ込んで、とりあえずスピーカーとウォークマン救出して、はい。で、こういう精密機器は、皆さん分かってると思いますけど、こう、水没した時に、こう、電源とりあえず、つけちゃダメなの。つけちゃダメだし、充電もしちゃいけない。うん。それはね、俺も分かってたのよ。ちょっと落とす前からちゃんと分かってたんだけど、人間ね、パニックになると分かんないんだよね。そんなこと、冷静に、あれだから、もうパニック状態だから、とりあえずね、とりあえず生存してるか、ちゃんと生きてるかどうか、確認したいから、スピーカーに挿して充電しちゃったの。うん。そしたら、音量ボタンが、音量ボタン押してないのに、音量自動的にマックスになって、ガンガンうるさくて。で、ドライヤーでめっちゃ乾かしまくったの、この端子の部分ね。はい。そしたら、ようやく収まったと思ったの、音量ね、収まったと思って、あ、よかった、ウォークマンなんとか直った。じゃあ、スピーカー乾かそうってした瞬間に、音量ボタンね、今度、こう、自動的に下がるようになっちゃって。で、もう、15からこう下がって、て下がってって、5、4、3、2、1って0ってなった瞬間に、音量0になった瞬間に、こう画面がプツンって切れて、ウォークマン完全に死にました。もういくら充電しても、もう電源つかないんで、もう完全に死にました。はい。と思って。しかも、俺ね、ウォークマン6年くらい使ってるんですよね。はい。高校2年生のぐらいから、ウォークマンこれ使い始めて、今でも愛用してるんで、6年間くらい付き合うんですよ。はい。ただ、寿命とかでなくなったり、なんかどっかに置いてきちゃったりっていうことはあるんですけども、トイレに落としたことは一度もなかった。はい。ウォークマンね、6年間愛用してたのに、22歳にして、しかも1月1日、年の初めの朝に、初めてトイレに落とすっていう。こんなことあるっていうね。はい。で、もう1月1日、やべえ、どうしようと思って。バックアップはしたことあるんですけど、めちゃくちゃ前にした覚えしかなくて、うわー、ないだろうなーと思うやつもいくつかね、考えてたんですよ。いや、なんか最後録音したスマップはもうないだろう、さすがにないだろうなと思って。
スーパージュニアはあるかな、それはあってほしいなと思って、恐る恐るね、不安ながらもパソコンのバックアップフォルダー調べて探してみたら、あ、スーパージュニアあった、あ、よかった、スーパージュニア無事かと思って、あれ、このファイルなんだっけって見てみたら、スマップのね、あの最後に撮ったスマップのベストアルバムね、残ってたね。これね、俺よくやったと思った、昔の俺よくやったと思った。はい、もう完全にね、無意識なんだけど、多分最後に録音したスマップをこうウォークマンに入れた瞬間にちゃんとバックアップ取ってたんだよ、うん、昔の俺よくやったと思って、はい、もしねバックアップ取ってなかったら、あの新しいウォークマン買ったとしてもまた伝えてなんか借りなきゃいけないから、それすごい面倒だったんだよね。ただ全曲バックアップちゃんと取ってたっていう。はい、でもうウォークマンはやっぱりバカにならないから、どうしようかなって迷ったんですよ。ただ俺こう通学中通勤の時は必ず音楽聴いてるんで、まあ本当に我慢すれば我慢できるんだろうけど、やっぱ嫌だなと思って考えた末、ウォークマン買うことにしました。はい、ただね、そのこのウォークマンも1年間しか使ってないんだよね。はい、だから短い付き合ってたんで、さすがにまた新品買うの嫌だなと思って、中古品ハードオフに行きました。はい、でハードオフにもこういろいろこう種類があって、でまあこういうタイプもあったんですけど、結構バカでかい、バカでかくもないけど、まあ、結構大きめの、ね、ウォークマンがあって、え、これウォークマンなのかと思って、で販売員さんに聞いたら、このウォークマンなんかハイレゾって言って内蔵スピーカーがついてますって言われて、えっと思って、そこびっくりして、だから今までのウォークマン、俺のウォークマンはいつもね、このスピーカーつけないと、まずあれなんで外部ってか、そう、流れない音楽が。はい、なのに今流れんのっていう、内部スピーカーだから、スピーカーなしで聴けんのと思って、はい、今まで6年間使ってきて、俺多分5台ぐらいね、ウォークマンをなんか入れ替えしてたんですけども、今までね、これに慣れてたから、大きいやつ、だから今の世代のやつじゃなくて、これこのタイプしか買わなかった、小型のやつだから、めっちゃ時代遅れだったんだよね。ってことで、今までね、こういうちっちゃいタイプの、K なんちゃら505だっけな、 S755 っていうウォークマン使ったんですけども、ちょっとこれを機にと思って、今時のね、まあ、最新型ではないんだけど、今時の、世代のウォークマンを買ってみました。でしかも買った時に気づいたんだけど、帰り道ね、すげーいいとか、すごいウォークマンだなと思って触ってたら、そのねウォークマンタッチパネルだったんで、それもびっくりした。今までこれ多分めちゃめちゃ古いモデルなんだろうね。今までね5台ぐらい俺持ってたんだけど、今までこれに慣れてたから、こういうちっちゃいモデルのやつしか買わなかったの。だから最新型とか、そういう今の世代のウォークマンとか一切触れなかったんだけど、初めてそこで触れて、今のウォークマンタッチパネルだと思って、すげえと思って、で家に帰って初期設定ね、初めて起動した時に、Gmail アドレスとか、なんか Google アカウントを入力してくださいとか、なんか Wi-Fi 接続してくださいってできて、はぁと思ってね、ウォークマンに Wi-Fi 接続ってあんのと思って、何 Google アカウントって、俺ウォークマンって音楽聴くやつじゃないと思って、なんでと思って、俺間違えてスマートフォン買っちゃったのかなってマジで思った。はね、今のウォークマンはあれなんだよ、 YouTube も見れるし、インターネットもできるらしいんだよね。はい、すげえと思って、めちゃめちゃびっくりして、その時一人でめちゃめちゃびっくりして、だから例えばこう YouTube の音楽も普通にこう聴けるし、インターネットもできるっていう、だから多分電話とか LINE はもしかしたらできないかもしれない、試したことないから、はい、わかんないんだけど、けどもうほとんどね音楽を聴く専用のスマートフォンみたいな感じらしいんだよね。すげーと思って、でここまで良かったの、ここまで本当に最強やんと思って、買って正解と思ったの、そこまでね。で早速じゃあちょっとね、販売員の人言ってた内蔵スピーカーちょっと試してみようと思って、今まで内蔵スピーカーがあるなんてね、全然考えたことなかったから、やばーと思って押してみたの、押してみたら流れるの、音は聞こえるよ、うん、ただしノイズだけどね、全然何てか分からないっていうね。はい、一応ね微妙にボソボソ聞こえるの、うん、ただその歌詞はいい声なんだろうけど、いい声をノイズが完全に追いかさぶってるから、全然何言ってるか分かんないんで、英語で喋ってるわけじゃないの、ちゃんと日本語で話してるんだろうけど、何言ってるか分かんないノイズで、はい、と思って、はい、で設定がね、もしかしたら俺が初心者だから設定が間違ってるのかなと思ったんだけど、どうもそういうわけじゃない、うん、でまあと思って、いやさすがにハードオフ中古品でもそんなひどくはないだろうし、俺が多分間違ってるのは、これは後でまた調整すればいつか何とかなるでしょうと思って、で、そのバックアップね、バックアップフォルダをとりあえず入れようと思って、そのウォークマンをパソコンにつなげました。認識しません。
30回ぐらい試したけど認識しません。はい、ちゃんとしたあのあれでウォークマン付属のね、あのパソコンにつなげ USB ケーブルでつないだけどつながないので、ケーブルはおかしくない、うん、ウォークマン、そのウォークマンがおかしいの。はい、でそれもまたね、俺また設定見直したけど、ちゃんとこうなんていうの、接続できるようにはねちゃんとなってるみたいなんだけど、なんかなんないの。はと思って、音楽も聞けないし、あのパソコンにもつなげられない。だからバックアップね、俺が今までこうすごい集めてきた楽曲データを送ることもできない。最悪じゃね。でさらにひどかったのが、ひどいよこれは、本当にひどいよ。もうなんか俺のね、これあのこの壊れたやつね、なぜか多分サンプルかわかんないけど、あの買った時にね、最初空じゃないですか、空なんだけど多分サンプルだと思うけど、なぜかスーパーフライとももクロのね、あの1曲ずつだけ入ってたのよ。はい、これサンプルかなって思ったんだけど、そのね、ハードオフで買ったやつ、楽曲データ消されてないんだよね。ひどいね。本当にひどい。楽曲データ消されてない、どういうことかっていうと、あの前に使ってた人のその音楽データを消してないのよ。その人もその販売の人も消してないで、そのまま売りに出してるの。びっくりした。いろんなバーって楽曲データ、俺入れたことのないね、楽曲データがバーって出てきて、ほとんどアニソンだったんだけど、なんかやばーって思って、まあ最初はちょっとお得だと思ったんだけど、けどよーく見たらね、あの俺めっちゃこうなんていうの、アニメね幅広く見てるんだよ、広く浅く見てるタイプなんですけど、 100% 中俺が 70% アニメ見てたとすると、本当に見事に外れてるんだよ。その見てない 30% のアニソンしか入ってないっていう、がアニソンいっぱい入ってるんだけど、全部俺本当は結構見てると思うんだよアニメ、けど全く知らないアニソンばかりなの。はい、あとなんか声優の人とかね、まあニャルコさんがあったのは、ちょっとグッズでした。はい、もうひどいよね。まとめると、そのウォークマンはまず1つ目、内蔵スピーカーがまずダメ、イヤホンで聞けばちゃんと聞こえるんだけど、内蔵スピーカーの部分が多分壊れてるんだろうね、何言ってるかわからない。もうひどすぎ。でもう1つ目、パソコンに繋がらないからバックアップの楽曲データ入れられない。でもう1つ目、これがひどい、前に使ってた人の楽曲データが残ってる。はい、ひどい本当に。でもうね、その俺が持ってたそのウォークマン、その前に使ってた人に申し訳ないけど、君の趣味ね、もう分かっちゃってるから、あの別にね、俺がこうわざとね、こうし、あの拾ったとかそういうのじゃなくて、あのハードオフで売ってたからね、楽曲データが残ったまんま。はい、だから君のね趣味分かっちゃってね、もう君が声優好きなのも分かってるし、インフィニットストラトスのねヒロインの中でシャルロット・ディノアが好きなのも分かってるから。はい、なぜかというと、あのシャルロット・ディノアのキャラソンもあったし、しかもなんていうの、スーパーストリームだっけな、インフィニットストラトスのエンディングテーマがあるんですけど、それヒロインがね5人いて、5人全員が歌う曲なんですよ。けど俺聞いてみたら、シャルロット・ディノアしか歌ってない。どうしよう。ただね、もうこれはひどいだろうと思って、で何したと思います？はい、次の朝ハードオフに行きました。新年ね始まったばかりですよ。1月2日の夕方ぐらいかな、夕方ぐらいに買いに行って、ウォークマンをね、でその次の朝も行くっていう、しかも仕事があるのに、午後から仕事があるのに午前中出向いて、これどうなってるんですかって。でもうこれはね、俺も使えないなと思ったんで、もう交換してくださいって言ったんですよ。はい、で交換してもらったのがこれ。はい、これ一応ね、これもね、YouTube も聞けるし、インターネットもできるの、で内蔵スピーカーとかで、販売員の人はねいろいろと聞いてみたんですけど、これがあって、これとあともう一つね、これと同じモデルがあったんですけど、もうせっかくだからこれにしようと思って、で聞いてみたんですよ。でもこれ内蔵スピーカーついてますかって言って、で内蔵スピーカーは確かついてなかったと思いますって言って、これ買ってみたら内蔵スピーカーついてます。はい、販売員の人ついてますよ。で、YouTube も聞けるし、Google っていうか、そのインターネットもできます。だから、もうこれ買ったんですけど、買ったっていうか、交換しまったんだけどね。はい。もうね、ちゃんとチェックしましたかって、さすがに言いました。はい。嘘でしょと思って。前の使ってた人の楽曲で普通に残ってましたよって。でもなんか、私チェックしましたけど、ね、この店では全部チェックしますって言い張って、あ、そうですかと言ったんですけど、できればもうちょっとしっかりチェックしてくださいねって、それだけ言ってきました。はい。もうこれとりあえずね、ちょっとデメリットがあるとすれば、その前のね、そのイカれたウォークマンと比べれば、液晶画面がすごく小さかった。はい、ちょっとね、
ハードオフさんしっかりしてくださいよと思って、もうひどかったね、うん、俺の時間返してほしいし、マジでひどい。まあ、こっちの方は、まあ、一応内蔵スピーカー聞いてみたんですけど、ちゃんとまあね、イヤホンよりは雑なんだけど、まあ、ちゃんと聞こえるし、まあ、YouTube のインターネットもできますし、でパソコンにもつなげられるんで、無事あのバックアップのフォルダ全部、楽曲データ全部入れることができました。はい。で、まあ、あの楽曲データは残ってません。ゼロです。前に使ってた人の楽曲データはちゃんと消されてます。はい。だから多分、そのウォークマンだけ、もう、ちゃんと、もう本当にまるでチェックしてなかったんだろうね。チェックしましたって言い張ってましたけど、チェックしてたらさ、普通音楽一回、ね、チェックするじゃん、流れるか、その時点で気づかないっていう、うん、もしかしたらイヤホンで聞いたかもしれないけど、内蔵スピーカーがやばかったね。はい、ということで、もう新年早々、あ、ちなみに俺ね、あのカズに聞いてきたんだけど、俺今年あれらしいです、あの毎役らしいです。はい、だから結構この1年はひどい年になるって言われてて、あの神社のなんかお守りをもらいました。はい、ただね、どこにつけようか迷っている間に、とりあえずこのブルーレイレコーダーにね、あの置いといてるっていう、控えめに言ってバチ当たりっていうね。なぜかテレビもついたし。はい、ということで、俺が怒ってる理由は、正直ウォークマン落としたのは俺のミスなんで、何も怒ってませんよ。完全に俺の不始末なんで。ただあの何のチェックもしてない、本当にあの物として出すレベルじゃない最低のね、あのウォークマンを普通に出してて、俺が買っちゃったっていうね。俺が買ったが良かったよ、うん、もっと短気なおじさんがね、それ買ったら多分もっと怒ってたと思う、うん、だからね、俺も仕事があってちょっとイライラしたけど、あんま何も言わずにね、ちゃんとチェックしてくださいよとだけ言っていただけなんで、はい、ただね、まあ、俺が買って良かったよ、うん、だからちゃんとハードオフさん、まあ、どこのハードオフかは言いませんけど、ちゃんとしっかりしてください、ちゃんとチェックしてくださいということで、新年早々激おこぷんぷん丸になったということでした。ウォークマンをトイレに落として、ハードオフで買ったものが最低ランクのやつだったと。はい、で交換したっていう、ね、まあ、その次の日にまたハードオフに行ってね、はい、もう時間も労力もかかっちゃったしということで、はい、皆さんもそういうのに気をつけましょう。はい、でハードオフさんもちゃんと気をつけてください。ということで、今回はアプリ紹介です。後半へ続く。